で平成5年ですから、ちょうど今年20年目ですよね。今結構若い方、子供さんがね生まれて1歳2歳ってのは皆さん一番きれいにするとか気使ってますんでね、エアコンとかね、台所の油とかそういう依頼がね意外と最近は多くなりましたね。キッチンなんかシンクが傷がつくんで、そういうところを皆さん一番ね気にしますんで、そういうものがつかないような洗剤なりパッドにしてね、一つ一つ毎回いろいろ苦労してるところですけどね。もう一つね、必ずその現場現場に私必ずね行って最後のチェックをしますんでね、そういうところで、まあ、信頼をね今までのこうやってるものがあると思いますけどね。大手さんなんかやっぱり2時間でとか3時間というところでキッチン受けてるところが多いんですけどね、私も2時間でも3時間かかるのがやっぱり終わるまで必ずそれはやっていきます。信用がね一番ですから、その点が一番難しいところですけど、必ずもうクレームがないようにもうベスト尽くすっていうのが毎回毎回やってることですけどね。自分の家とね同じような感覚で仕事はしてますけどね、あそこまでやってくれるのかなっていうのは一番多いんでね、それが正しくてやってみたいと思うんですけど、やっぱ綺麗になりましたっていうのが一番ですけどね。掃除のことはお任せください。何時間かけても綺麗にベスト尽くしてやります。